かつてこの地に陸軍特攻隊の秘密基地があった。基地の跡地に立つ特攻平和会館。展示されているのは特攻隊員の方々の遺影や遺品。戦争中彼らは軍神と呼ばれた。昭和20年3月、出撃していく特攻隊の身の回りの世話を命じられた長崎翔子さん。女学生ばかりで編成されたなでしこ隊のリーダーだった。その春も知覧の町には満開の桜。翔子さんたちはこの桜の枝を振って特攻隊員の出撃を見送った。翔子さんはその悲しい日々をずっと胸の奥にしまい続けてきた。その当時のことがもうみんな深くこう胸の中にこう刻み込まれてしまいまして、やはりもう一生忘れられなくて。戦況が悪化していた当時、私たちは食料増産に汗を流していました。そんな時突然命令が下ったのです。皆さん、すぐに作業をやめて集まってください。この度知覧の飛行場が陸軍特別攻撃隊の基地となりました。そこであなた方には今日からご奉仕に行ってもらうことになりました。特攻隊員の身の回りのお世話が役目です。重大なる任務に就く皇国軍人のお世話をするのですから、精勤を尽くし挺身を心がけてください。この時私は誇りに感じていました。でも基地に行くと思っていた私たちが連れて行かれたのは森の奥深くでした。ねえ翔ちゃん、入り口のままとっくに過ぎちゃうね。うん、どこに連れてかれるんだろう。翔ちゃん、基地なのに戦闘機とか何も見えんねん。うん、あれが特攻隊員の宿舎です。ここにいらっしゃったね。半地下式のジメジメとした粗末な小屋でした。むせ返るような匂いが立ち込めていました。軍神と呼ばれる皆さんが思いのほか若かったことに驚きました。私たちは知覧高等女学校の3年生で、皆様方の身の回りのお世話をするように。これを頼む。はい、これも頼む。はい。失礼します。
与えられた任務は炊事や洗濯です。15歳の私たちにはそれぐらいのことしかできませんでした。早くせんと終わらんよ。兵舎の屋根を覆い隠すのも仕事でした。衝撃を受けたのは夕方そこに戻った時のことでした。失礼します。あれ、皆さんは、特攻隊員の皆さんは1600敵艦に向け出撃された。さっきまで元気でここにいらしたよね。早速荷物を下ろし、出撃に向け万全の準備を願います。皆さんの身の回りはこの知覧の女学生たちが担当しますので、何なりと命じてください。分かった。第20新部隊長谷川隊長以下7名であります。ご苦労。本日より奉仕に来ている知覧の女学生たちがあります。ここが特攻の基地であることを決して口外しないように。はい。もし他人に漏らすようなことがあれば、たとえ家族にであっても直ちにスパイ容疑で逮捕する。いいな。はい。それと基地内では涙を見せないように。はい。特攻隊を笑顔で見送ってやってくれ。はい。涙を見せるな。この時私たちにはその言葉の本当の意味が分かってはいませんでした。この時期特攻作戦の詳細はまだ軍とわずかな関係者だけが知る極秘事項だった。敵艦を沈めるために特攻機には250キロの爆弾が装着された。給油されたのは片道分の燃料。それは生きて帰ることが許されない壮絶な任務だった。アメリカ軍は捨て身の特攻作戦に戦慄したという。特攻隊員の中で九死に一生を得た人がいる。当時19歳だった島田正幸さんは沖縄に向かう途中でエンジンが故障し徳之島に不時着した。出撃した時の覚悟を今もまざまざと覚えている。本当にあれね、爆音というかエンジンの音でね、ウェーンして相当こう音がひどいもんでね、その音にとにかく負けてなるものかっていうくらい大きな声出してね、お父さん、お母さんつってね、ありったけの大きな声出して喋って呼んだのを覚えてるんですよ。死に対して怖がらなんで喜んでいったってことは、これはもう嘘ですよ。それは死に行くんですからね。私たちは特攻隊の皆さんを最後の出撃を笑顔で送り出せと命じられたのです。どうぞ召し上がってください。ありがとう。僕が人生最後に踏んだ石だ。片
民に受け取ってくれないか。はい。あの、どうぞ召し上がってください。これから死ぬっていうのにこんなもん食って何になる。二度と帰らぬ皆さんにかける言葉など見つかりません。見せちゃいけないって言われたじゃない。63年前の私の記憶、足が震えてもう止まらなかったことを覚えてます。と、あの特攻機が出て行ってしまうまでその震えがずっと止まりませんでした。私は誰にも言えない基地で見た光景を書き残さずにはいられませんでした。チランを後に10機は遠い遠い南へと飛び去っていった。 2,3 日前までは元気でいらっしゃった方々が今は敵艦へ体当たりなさってこの世へはいらっしゃらないと思うと仕事も手がつかず食事の準備をしただけ。特攻隊員の出撃は一切家族に伝えられることがなかった。出撃間際その決意を語ったある特攻隊員の肉声が残っている。久衛、長衛、長い間お世話になりました。今度選ばれて特別攻撃隊の一員となり、いよいよ春の戦場へと向かうことになりました。私も一矢もって体当たりにより日本人として最大の挑戦をすることができるのだと思いますと改める感激に父親の逆流するのを覚えます。父上、母上、私はやります。必ずやってみせます。その時にはどうかよくやったと褒めてやってください。兄さん、姉さん、弟はついに国体輸送時が参りました。日本人としての誇りのためにもやらなければなりません。どうか楽しみに見ていてください。チランから飛び立っていった特攻隊員、配属からわずか数日で出撃していく者も多かった。そんな特攻隊員たちにとってかけがえのない場所があった。はい、うどん、お待ちどうさま。お母さん、ご飯おかわり。はい、はい。ただいま。おかえり。ただいま、とめおばさん。おかえり、お勤めご苦労様でした。いらっしゃい。いらっしゃいませ。お母さん、明日出撃なさる長谷川隊の方たちです。どうぞ、入って入って。はい。食べたいものなら何でも作りますからね。ありがとうございます。そのために材料用意して皆さんを待ってるんだから遠慮しないで、この店はあなたたちのためにあるんだからね。じゃあカツ丼もらえますか。よかよか、じゃあカツ丼の大盛りにしようね。ありがとうございます。じゃあ天ぷら、野菜もかき揚げもつけとくよ。ありがとう。
じゃあエビの天ぷら。なら特大のエビの天丼ね。俺カレーライス。基地では皆さん険しい顔してらしたのにね。それは死が待ち受けている方とは思えない表情でした。いつ下るかわからない出撃命令。特攻隊員の皆さんは刻々と刻まれていく時の中で留おばさんを母親のように慕いました。母を亡くした私にもいつも優しかった。富屋食堂は皆さんの家であり故郷だったんです。おじいちゃんただいま。遅かったな。ご奉仕が遅くまでかかって、あと富屋食堂にも行って。ご奉仕？誰にも言っちゃいけないって。軍のご奉仕か。わしは昆明でアメリカを見てきた。アメリカは強かぞ。とても日本の勝てる相手じゃなか。じいちゃん、日本は神の国なんだから負けるわけないじゃない。ほら、特攻機で勝つ敵艦を強沈。私たち薩摩おこじょも気張らんと。若い頃出稼ぎでアメリカに行ったことのある祖父の言葉は当時の私にはとても理解できませんでした。ご奉仕を命じられて13日目、私は忘れられない方と出会いました。そんな子供まで狙うのか。怪我はないか。はい。戻しは大丈夫か。ああ、君たちは。次男校と女学校の者です。基地に保護しに来ています。私たち女子も隊員の方々の後に続き、本土決戦の時には一人でも多くの敵を倒して戦う覚悟です。女学生が軽々しくそういうことを言うもんじゃない。すいません。第69新部隊所属、元島圭一。同じく岡安明だ。その紋章は学校の？はい、なでしこの花です。そうか。我々は新部隊だが、ならば君たちはなでしこ隊だな。やめろ。脱走兵か。そうらしいな。本当はここは君たちの来る場所じゃない。思いがけない言葉でした。そんな元島さんの新たな一面を知ったのは、雨で出撃が中止になった日のことです。今頃は種まきの季節だな。お前の家は農家か？いや、農業学校に通っていたんだ。農家か、いいだろうな。元島はな、戦争がなかったら今頃学校の先生だったんだよ。
なあ。そうなのか。すごいな。教師への夢、とても身近に感じました。あの、お願いがあります。特攻日記、ここに何か書いてもらえないでしょうか。何でもいいんです。皆さんの思いをここに残してもらえたら。教壇に立つ日を夢見ていた本島圭一さん。無口だけれど優しかった。そんな本島さんは23日間のご奉仕の中で最も忘れられない方となります。本島少尉殿は小さい時お母様を失われたそうで、私にも母がないことを知って大変同情してくださった。母亡き後は母代わりとなって良き姉として強く生きるんだよと教えてくださった。昭和20年4月、特攻作戦は重大な局面を迎えていた。これはアメリカ軍が特攻を分析した記録映像である。アメリカはすでに特攻の詳細を徹底的に研究し、迎撃対策を練り上げていた。特攻機の突入は急降下、降下、水平突入などあらゆる飛行パターンを把握。さらに沖縄周辺にはレーダーの警戒網が敷かれ、200キロ先の特攻機さえ捕捉できるようになっていた。このため多くの特攻機が敵艦に到達する前に撃墜された。当初は神風と恐れられた特攻隊だが、もはや成功率は2割以下。それでも彼らは出撃しなければならなかった。今ここに選ばれて名誉ある特攻隊に召された時の気持ち、またこれが何とも言えない気持ちであります。大きな戦果が新聞に売らずとも一気一貫あの憎き船にぶつけて粉々にしてみせます。お父さんお母さん元気でください。いろいろとご心配かけてこう思うと思えば誠にすみません。お救いに召されるからばいかんぜん。さようなら。天候不良で飛べなかっただと。気合が足りんからそんなことになるんだ。5度も失敗して先に行った仲間たちに申し訳ないと思わんのか。こんなふざけたマフラーしてるからだ。なんだその反抗的な目は。花沢、死ぬのが怖いのか。中央大学を繰り上げ卒業して特攻隊員になった穴沢敏夫さん。もう5回も出撃に失敗していました。そこにはある断ち切れない思いが隠されていたのです。また戻ってきたの知ってる？みんなにも白い目で見られてかわいそう。
特攻隊の出撃を記録した極秘資料が残っている。丸印は戦死した特攻隊員、丸のないものは失敗し帰還した者たち。特攻機の中には老朽化した機体も多く、故障も続出していた。修理用の部品さえ不足していたのである。それでも生きて帰った隊員は新部寮と呼ばれる施設に収容された。司令部の参謀から厳しく糾弾され、中には自殺を図った者もいたという。新部寮に入れられた経験を持つ大貫健一郎さん。お前たち命が惜しくてね、帰ってのしんのい、そんなにしんのい嫌だと卑怯者だとかね、死んだ連中にね申し訳ないと思わないかとか、そういうことを毎日毎日言うわけですよね。お前ら人間のクズだと、軍人のクズ以上に人間のクズだと。花澤さんは孤立していました。花澤さん、どうぞこっちの席。何する？じゃあお酒を。よかよ。いらっしゃいませ。あ、息子はこちらにおりますでしょうか。以前少年彦兵場しょった林和成の母です。こちらでお世話になっとったと思うとばって。林ご長の、はい、どうぞおかけください。すみません。あの、どちらからですか？熊本です。そうですか。ちょっと待ってくださいね。僕が特攻隊だってこと、お袋には絶対に言わないで。お願いします。わかったよ。和成！お母ちゃん、何場所とこぎゃんとこまで来て。お前、無事だったつね。全然手紙ば起こさんけん心配したとよ。頼りん中戸がよか頼りって言うとだろ。そぎゃんこつ言うて。それより知らんさん来たら特攻隊になるって聞いとるばって。あんたも特攻隊ね。ねえ、お湯は整備だけん出撃はせんとよ。作ってきたけんね。よかて。食べなせ。みんな食えよ。おはぎ。おお、いただきます。いただきます。食べなせ。おかえり。ただいま。玲子、花澤さんが来てる。花澤さんが？奥の座敷。私はこの夜知ってしまいました。
花澤さんの苦悩を、そして数々の悲しい別れを目撃することになるのです。おかえり。ただいま。玲子、花澤さんが来てる。花澤さんが奥の座敷。まだまだお酒もおつまみもたっぷりあるからね。ありがとう。素敵なマフラーね。実はこのマフラー、花澤さんには将来を誓い合った恋人がいました。マフラーはその方が花澤さんに差し上げたものでした。それが婚約者の千恵子さんでした。63年間一人の男性を思い続ける女性、千恵子さん84歳。自宅には今も穴沢少尉の遺影が大切に飾られている。自分は鏡を見たら63年確かに経ってるんですけれども、このお写真を見た時の自分の心はちょうどこのお会いしてこの頃にもう自分がいるように感じるの。もうこれはマフラーになって絶えずあなたと共に温め、そして慰め、そして何かお役に立つようなものになって、やがては一緒にね死ねたらいいなというふうに、そういう思いでしたね。お二人が出会ったのは学生時代、穴沢さんの一目惚れ。やがてお二人の間をいくつもの手紙が行き交うようになったそうです。千恵子さんがデートの時に手にしていた花をスケッチした穴沢さん、誠実な人柄に千恵子さんは惹かれていったそうです。でも1年半後、陸軍航空隊の試験に合格した。突然の入隊でした。しかも戦死率の高い航空隊、お二人に常に死という影がつきまとうようになりました。千恵子さんは恋人の形見を今も大切に保管している。ちょっとここ、穴沢少尉が灰皿に残したタバコの吸い殻だって、これしかないもんね、唯一ね、身に触れたものっていうの。で、彼にとっては私のマフラーが身につけたものだから、だからお互いのそういう思いがあって。でも千恵子さんがマフラーを渡した3ヶ月後、穴沢さんの消息は途絶えます。特攻隊の命令が下ったからです。千恵子さんは穴沢さんを探して全国の飛行場を訪ね回ったそうです。でも会うことはできなかったのです。結婚するはずだった日に僕はこのチランにやってきました。はじめは敵艦に見事に体当たりすることだけを考えていました。
でも何度も失敗するうちに千恵子さんは穴澤さんがここにいることをご存知なんですか？お母さん。何？今夜うちのおふくろを泊めてもらえんじゃろうか？よかよか、あんたも泊まっていきなさい。僕は基地に帰ります。今日ぐらいはよかよ。実は明日出撃します。そう、明日お袋にはとても言えません。ありがとうございました。あとでお袋に手紙を書いてもらえんじゃろうか。僕が特攻隊で出撃したことを。これうちの住所です。お母さん、短い間だったけど本にありがとう。そろそろ基地に戻るけん。まだよかろう。明日も早かけん。ああそうね。お母ちゃん。ん？体に気をつけなんばい。カズナにもな。おやすみなさい。おやすみ。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。遅くにできた子だけなかなか子離れしきらんとです。心配でこぎゃんとこまで来てしもって。特攻隊でしょう。分かっとったです。
今日のこずたくましゅうなったとです。皆さん、愛する人への思いを断ち切って出撃される、私はただ見送るしかできませんでした。特攻隊員の皆さんは最後まで家族を思っていらっしゃいました。母という字を8回も遺書に書いて散って行かれた方がいます。幼い妹さんに一目でいいから会いたかったと言い残された方も、皆さん夢や希望を置き去りにして空に消えて行かれたんです。家財道具を売り払ってまで特攻隊員に尽くした留おばさん、でも営業時間は9時までだったな。はい。我々が監視したところ、ここ3日間だけでも毎晩12時過ぎまでやってるではないか。夜9時以降私は店をやってません。に実際俺たちは見てるぞ。安兵隊さんたちは店の客ではありません。みんな私の子供です。我が子からお金を取る母親はおらん。お金をもらわなかったら店の客ではなかでしょう。へりくつを言うな。焼酎だって商売もんでなければどしどし飲ましてやってもよかじゃなかですか。よってよか気分になったら寝かせちあげます。かまわんとじゃなかですか。女の分際でへりくつを言うな。明日が出撃という夜にお酒を飲んで騒ぐぐらいよかじゃなかですか。何？おまあさんたちも一んこやったら見送る親の気持ちがわからんとですか。開き直りか。お母さんもうやめて。やめないよ。みんな家族にも見送られず出撃されるんです。私がしてやれることは何でかんでしてあげたいんです。お母さん、そうやって甘やかすから特攻兵に里心がついていけなくなるんだ。いけなくて何が悪かち言うんですか。貴様、反逆罪だぞ。何をしている。軍令違反で取り調べていたところだ。次に違反が発覚したら今度こそは容赦せんからな。
島さん、戦争って何なんでしょうか。罪のない人たちが傷つけられてく、そんなのっておかしいと思います。それが戦争だ。留おばさんのように自分も皆さんのお役に立ちたい、そればかりを考えていました。すまない、お願いがあるんだ。これを投函してくれないか。当番兵に頼んだら検閲される。最後の手紙だ。誰にも読まれたくない。でも帰りに持ち物検査があるので。わかりました。翔ちゃん大丈夫です、きちんと届けます。ありがとう。二度と帰れぬ出撃を前にして家族に最後の思いを伝えることの一体何が悪いというのでしょう。桜散るようなあの体あたり、じゃあまだそこのけ村満期目指すくほどかんとやらにゃ山と男の流すたる。行こう。できることは何でもして差し上げたい、必死でした。出撃までのわずかな時間、皆さんは私たちをまるで妹のように可愛がってくださいました。一緒に乗せて行ってもらいたい、そんな気持ちから私たちに似せたマスコット人形を作って差し上げたこともあります。仲間の一人は今も隊員の切ない声を忘れていません。あのご両親様にお便り差し上げましょうかと申しましたところ、いや ありがたいことだけど僕の両親はもう年なんだよって、そしておまけに僕は一人息子だから一日でも遅く戦死の候補を聞いた方がよかろうって、やっぱり最後まで親思いの何とも言えませんね。桜の花ね、飛行機にね祝いつけてくれたんですよ、座席の中に。それは翔子さんの発案だったと僕は思ってるんですよ。かけがえのね、かけがえなかったですよ。捨て身の特攻作戦も虚しく、アメリカ軍は沖縄に上陸。圧倒的な敵の兵力の前に兵士はもとより女性や子供まで多くの民間人の命が奪われていた。実はチランも狙われていた。これはアメリカ軍が撮影した航空写真である。基地の誘導路や配備された戦闘機も一目瞭然。さらになでしこ隊のいる三角兵舎まで特攻基地は丸裸同然だったという。だが軍部は戦果を大々的に報じ続けた。ほとんどの国民が現実を知らされず、特攻隊は軍神であり続けた。
胸が笑っていくわけじゃなか。泣きながら行かれる方だっているのに。あの方たちの本当の姿は新聞には書いてないんだ。納得できない私は元島さんのもとへ向かいました。これは本当のことなんでしょうか。君たちが気にすることじゃない。私たちはただ言われた通りに皆さんをお見送りしていればいいんでしょうか。それが本当に正しいことなんでしょうか。君たちは十分やってくれてるよ。特攻隊員の皆さんの胸の内、それは今にして思えば聞いてはいけなかったことなのかもしれません。こっちだ、僕以外に逃げろ。出て、出てきた。私は自分たちが戦場の中にいることを初めて肌で感じました。私たちみんな死ぬのよ。アメリカに負けて日本なんか全滅よ。負けぬ帳簿ならなでしこ大なんてやめればよか。戦争からも逃げればよか。私たちの身代わりになっていくのよ。私たちが弱気になってどうすっと。私たちは最後まで戦う。だって私たちなでしこ隊でしょ。姉ちゃん、子ちゃん、顔を上げて。皆さんのために戦おうと思っていました。特攻兵舎の場所は
やはり戦場でしたから、私たちもいずれここで死ぬことになるんだって、みんなお互いにそれは話してました。刻々と悪化する戦況を打開するため、軍部はついにかつてない総攻撃を命じた。作戦参謀から明日12時一蓋まるまる出撃の命令を受けた。第二次総攻撃である。出撃まであと27時間ある。全員身辺を片付け、作戦計画を確認し万全を期すように。以上だ。最後の夜、私たちは壮行会のご奉仕を命じられました。それは23日間の中で最も悲しい夜でした。よどんだ空気を変えようとされたのは岡安さんです。穴澤さんはマフラーをじっと見つめていらっしゃいました。結婚するはずだった日に僕はこのチランにやってきました。押しつぶされるような思いでした。私に何かできることがあったらおっしゃってください。もしももしも千恵子に伝えることができたなら。このマフラーをして笑っていたと伝えてほしい。はい。みんな歌を歌おう。桜散るようなあの太あたり、じゃあまだそこのおけグラマンキー。おい、どうしたみんな。明日出撃だぞ。目指す空母をドカンとやらにゃ、やっと男の長すだる御神御神から御神。岡安さんも元島さんも、そして穴澤さんも死にたいなんて思っていなかったはずです。前田さん。岡安さん。なでしこ隊のみんなありがとう。本当にありがとう。ありがとう。ありがとう。桜散るようなあの台あたり、じゃあまだそこのグラマンキー。岡安さん酔って自動車にぶら下がってお礼を言われる。空から豪鎮の歌を歌う。ありったけの声で歌うつもりだったが、なぜか声が詰まって涙が溢れ出てきた。いつも胸を張り出撃への決意を語っていた岡安さん。
あの日の涙を決して忘れることはできません。あの夜、私と共に特攻隊員の涙を見た仲間がいます。陽子さんはその光景を今も鮮明に覚えています。ああ明日出撃だと言って、あの飛行機のところに連れて行って涙をパラッと落とされた時には二人でもう本当に泣きましたよね。はい、もう本当にあれだけはもう今話しても涙が出ます。なんていうあの心境だったか、そこはちょっと私たちも理解できませんでしたけど、涙をパタッとあの羽に落とされたあの時の光景とは本当に未だに忘れることはできません。そしてあの夜、穴澤さんは遺書を書きました。愛する人に綴った最後の手紙でした。そう、婚約者だった千恵子さんに宛てて。この後、私はこの手紙で穴澤さんの本当の気持ちを知ることになりました。千恵子様、二人で力を合わせて勤めてきたが、ついに実を結ばずに終わった。そして今、晴れの出撃の日を迎えたのである。便りを書きたい、書くことはうんとある。婚約をしてあった男性として、散ってゆく男子として、女性であるあなたに少し言ってゆきたい。あなたの幸せを恋願う以外に何物もない。あなたは今後の一時一時の現実の中に生きるのだ。アナザーは現実の世界にはもう存在しない。今さら何を言うかと自分でも考えるが、ちょっぴり欲を言ってみたい。読みたい本、万葉、句集、見たい絵、ラファエル、聖母子像、千恵子、会いたい、話したい、無性に。今後は明るく朗らかに、自分も負けずに朗らかに笑っていく年を。これからお見送りしてきます。行ってきなさい。私もここからお見送りさせていただくよ。行ってきます。行ってきます。私はこの日見た光景を決して忘れることはないでしょう。恋人のマフラーを身につけた穴澤さん、そして元島さん。4月12日、元島家が行く。元島さん、元島さん、どの木もどの木も操縦者の顔が見える。穴澤さん、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 穴澤木が目の前を行く。穴澤さん、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 穴澤さん
にっこり笑って何回と敬礼される。一生懸命お別れの桜を振る。パチリ。後ろを振り向くと映画のおじさんが私たちを映している。この時特攻隊を見送る少女たちが一枚の写真に記録された。後にこの一枚が翔子さんにとって大きな意味を持つことになる。これが穴沢少尉の最後の姿である。護法師を始めて17日目までに私たちは56名の隊員の方をお見送りしました。穴沢さんも千恵子さんのマフラーをして大空の彼方に消えて行かれました。今年4月、穴沢少尉の婚約者伊達千恵子さんは福島にある彼の実家を訪ねた。戦後千恵子さんはその死を長く受け止めることができなかった。実はこの家には穴沢少尉が身につけていた軍服が残されていた。63年ぶりの対面。難しい。わあ、ここ。もう本当に。今さら何を言うかと自分でも考えるが、ちょっぴり欲を言ってみたい。千恵子、会いたい、話したい、無性に。今後は明るく朗らかに、自分も負けずに朗らかに笑っていく年を。ここからの放送は NTT 東日本、NTT 西日本、シャープ、アース製薬とご覧のスポンサーの提供でお送りします。皆さん、出撃されていかれました。なでしこ隊のみんな、ありがとう。岡安さんも。このマフラーをして笑っていたと伝えてほしい。穴沢さんも。それが戦争だ。そして元島さんも。誰もいなくなってしまいました。
島さん、どうしたんですか？滑走中に爆弾が落ちて行けなかった。一緒に散ろうと誓ったのに、あなたは追い返すだけを先に行かせて、俺は元島さんが初めて見せた涙。戻ってきてよかった、そう思っている自分がいました。でも数日後、私は元島さんの意外な行動を見てしまったのです。銃声がしましたので二人で駆け出したんですけど、その銃声の下方の手前の方で菜の花畑から立ち上がられた特攻隊の方がいらっしゃいましたので、それが元島少尉でいらっしゃいまして、左の指をこう押さえてちょっと立ち上がられました。私どもの方に向いて本当にこうちょっと照れ笑いしてらっしゃるようにお見受けしました。あの日元島さんは何をしていらしたのか、理由を聞くこともできず怖くて逃げ出してしまいました。せめて精一杯のお世話をさせていただきたい、そう思いました。4月12日、元島さん、男泣きに泣かれる。13日、いくらか元気づかれる。14日、整備の方へ感謝の敬礼をされる。15日、お願いされてマスコット人形を差し上げる。でも私は、分からなくなっていました。一度戻ってきた方をまた笑ってお見送りすることにどんな意味があるのか。翔子、私おじいちゃんには言えなかったけど、交代の基地で言わんでよか。もう何も言わんでよか。ごめんください。散らさんな。第69新部隊元島圭一であります。元島さん、明日午前6時出撃することになりました。前田さんに頼みがあります。え？連れて行ってほしいところがあるんです。前田さんに頼みがあります。え？
連れて行ってほしいところがあるんです。先生になりたかった本島さんの無念、ルート A、 もう叶わない夢、マイナスルート A となる。15歳の私には重すぎました。1の平方根、つまり1だ。1というのはすごい数なんだ。1があるから0は生まれた。1という数には無限の可能性がある。無限の可能性を持つ命が戦争が終わったら教えてもらいなさい。出撃できなくてようやく分かったよ。行けなかった苦しみが。3週間前、私たちは軍神と称えられた特攻隊員へのご奉仕にただ興奮していました。けれど基地に神様はいませんでした。本島という人間がいたことを本島圭一という人間がいたことを覚えておいてくれ。いけません。前にも言ったろ、基地は君たちの来る場所じゃない。つらかね、二度と会えない方のお世話をして何度も何度も見送って、私たち女には精一杯お世話をして心を込めて送り出してあげることしかできないのよ。本島さんは家族にも見送られずに行かなきゃいけない。翔子ちゃんたちしかいないんだよ。本島さんの出撃は翌朝でした。ご奉仕を命じられて21日目、その日が最後のお見送りとなりました。
4月16日今日はいよいよ出撃だ。第72新部隊池山勝少尉以下25名出撃します。なでしこ隊、前田祥子殿。はい。第69新部隊、元島圭一、行ってまいります。怪我はないか？ここは君たちの来る場所じゃない。元島圭一という人間がいたことを覚えておいてくれ。また見送ることしかできませんでした。言いようのない後悔だけが残りました。どんなことがあっても今日は行くとおっしゃっていた元島さん、南へ向かって黙祷を捧ぐ。私たちがご奉仕した23日間で109人の特攻隊員の若い命が消えていきました。でも私たちは泣いて見送ることしかできませんでした。元島さんも二度と戻ってはきませんでした。そして唐突に告げられました。特攻隊員の方がいらっしゃらぬから明日からお休みとのこと。それ以来私たちはもう呼ばれることもなくなりました。世界の大帝と帝国の、それから4ヶ月後、日本は戦争に負けました。帝国政府をして誰とも神は自分の赴くところ耐え難きを耐え忍び難きを忍び
持って番手のために大抵を止めおばさん。私が兵隊さんたち殺した。お母さん、あの人たちが行くの一度も止めたことはなかった。にゃ、止めたらいかんじゃ思うちょった。ちょっと止めなきゃいけなかったんだ。人たちは何のために死んでいったんだ。私は何ちことを。私はあの人たちを送り出すんじゃなくて止めなければいけなかったんだ。どげんしても。私たちの戦いはまだ終わってはいませんでした。チランの基地では特攻隊に関する全ての資料が燃やされていました。おじいちゃん、これからこの棒を特攻隊の人たちのお墓にする。お母さん、お母さん。戦争で死んだ人たちの供養と戦争をしないこと。私たちはなぜ特攻隊のお見送りを命じられたんでしょう。皆さんはなぜ死ななければならなかったんでしょう。胸の中には怒りと悲しみが渦巻いていました。戦争が終わって世の中は一変しました。軍神として称えられてきた特攻隊は軍国主義の象徴として歴史から消えていったのです。チランの基地は跡形もなくなり静かな森に戻りました。女学校を卒業してからもなでしこ隊は折に触れて集まりました。でも話題は特攻隊の方々との悲しい思い出ばかり。私は結婚し母となりました。穏やかな暮らしは戦争を遠い過去に変えてゆきます。どうぞ。
毎日新聞大阪本社。ここに戦後占領軍の押収を恐れ長く封印されてきた一枚の写真が保管されている。これが桜で見送った写真ですね。公開されたのは戦後20年目。それが翔子さんにとって大きな転機となる。忘れもしない昭和40年、買い物帰りに立ち寄った書店で一冊のグラフ雑誌が目に留まりました。あの戦争で何があったのか、当時は見たこともなかったことがいくつもの写真によって綴られていました。悲しい記憶がよみがえりました。ちらん、ふみちゃん、かよちゃん、さっちゃん、なでしこ隊のみんながそこにいました。写真でした。その時の衝撃を翔子さんは今もくっきりと覚えている。このページに来まして驚きました。もんぺの柄とか背丈の具合とか、あの着ている制服、そういったもので、あの全員の名前が分かりました。やっぱりこの穴澤さんのね、こう鉢巻きしてらして、その細い鉢巻きでしたけれども、あの敬礼をね、こう私たちに向かって3回ぐらいこう敬礼静かにされましたので、その姿はね、もう本当に今も目に浮かびます。それからしばらくして一人の女性が私の家を訪ねてこられました。お電話では失礼いたしました。伊達千恵子と申します。穴澤さんの婚約者、千恵子さん。千恵子さんは恋人を一人で行かせてしまった後悔から、戦後懸命に穴澤さんの最後を調べていたのです。この方なんですが、穴澤少尉に間違いないでしょうか。ええ、間違いない、俊夫さんです。私たちがお見送りしました。そうですか。俊夫さんは何度も出撃できずに戻ってきたと聞いています。はい、俊夫さんは笑って言ったんですね。ねえ、実はそれが少し気になっていたんです。本当に俊夫さんは
笑って言ったのかって。でも笑っていけたんですね。ごめんなさい。本当に心から笑っていかれた方なんていません。皆さん涙をこらえていかれました。翔子さん、皆さん、穴沢さんも、でも穴沢さんは最後に私におっしゃいました。千恵子さんに伝えてほしいって。千恵子さんのマフラーをして笑っていったことを。ごめんなさい。いいえ、あなたもつらかったんですね。千恵子さんを支えてきた穴沢さんの最後の手紙。封印していた私の思いがよみがえってきました。あの日以来、見ることのできなかった一枚の写真。ずっと胸にしまい続けてきたあの方。元島さん、元島圭一という人間がいたことを覚えておいてくれ。行ってまいります。生きていれば教壇に立っていたかもしれません。翔子さんが今も大切に保管している元島少尉の写真。63年経ってもその笑顔は決して老いることはない。写真の裏には翔子さんに宛てた言葉が記されていた。明日知れぬ命、野菊に静かなる。特攻隊元島少尉。明日がもう出撃かもしれ、いや明後日かもしれないと、そうしたもう切羽詰まった状況の中でというお気持ちを訴えてらっしゃるような気がする。野菊の静かさで癒される、癒されるっていう
意味でよりもっと強いものですけれども、乃木句はもしかしたら私かもしれません。本島少尉が最後に残した言葉は翔子さんへの感謝の思いだった。今年5月、知覧では特攻隊員の慰霊祭が行われた。なでしこ隊のメンバーは例年この日に再会を果たしている。当時100人を超えたなでしこ隊も今はもう30人足らず。翔子さんたちは遺族や戦争を知らない人々にあの日の光景を伝え続けている。今までお世話させていただいた隊員の皆様であって、本当にそうですね。出会ってから40年、翔子さんと穴沢少尉の婚約者千恵子さんの交流は今も続いている。泣きながら桜を振って見送ったあの日、愛する人に会うことが叶わなかったあの日、二人は思う。生かされた者たちには語り継がねばならないことがあるのだと。私どもが特攻隊の皆様方のことをずっとこう記憶し続けていって、今のお若い方々にお伝えできれば、当時泣いて見送るしかできなかった私たちにできることの一番の大事なことではないかと思っております。